こんにちは、モんにちです。えー、っとね、あのー、まあ、私のコンテンツなんですけど、まあ、実はですね、尺八と忍のコンテンツなんですよ。うん。で、まあ、今日ちょっと、皆さんに、こう、ちょっと、もう本当に、お伝えしなきゃいけないなっていうところがあって、 まあ、僕がねもともと尺八とか忍をし始めたこの YouTube を撮り始めたのはなんかもうあの変な感いっぱい集めてる感これをまあみんなに知ってほしいっていう思いで始めたんですけど、まあ、もう何年もねもう本当に何年も何年ももう8年ぐらいですかねこうたつ中でですねまあ一種の使命感、うん、もう忍宗尺八っていうのを できる限りその若い世代が気軽に始められるようにあとまあよくあるパターンが部活でしてた町の部活でしてたとか町のお祭りで吹いてたんだけどとかあのそういう方たちがですね継続的にまあそのグループとかにも所属しなくても継続的にこう楽しんでいけるような何かコンテンツあとまあグループとかに所属しててもなかなかその まあ同世代の方がいないとか、なかなか、その、やっぱり一人でするのは楽しくないなっていう方が、まあ、ちょっとでも楽しく過ごせるように、まあ、そんな感じのいろんな思いを込めてやってはいるんですけど、まあ、結構ね、ネタで、あの、僕、生配信のね、アプリとかもしてたけどネタで言うことが結構あるんですけど、最近、こう、いよいよまずいなと感じてきて、何がまずいかって言ったら、 僕このコンテンテツですね、まあ、僕がまあ今41なんですよ。で41で、まあ、僕の中ではこう高校生の方からあの先達の、ね、方まで大先輩の方までみんなが老若男女楽しめるようなコンテンツって考えているんですけど実際蓋を開けると僕の動画ってどういう年齢層の方が見てくださってるかって言ったら。 35歳から44歳の方。まあ、ちょうど僕と同年代の方ですね。35歳から44歳の方。まあ、44とか42、歳だから40、フォーの方。4%ですね。これあの、最新の状況です。4%なんですよ。うん。<laughs> ま、月ですね。えー、っと、一月で見ると、 1>, 1万弱ぐらい、8000回が1万弱ぐらい放映されてるんですけど、まあ、累計で、まあ、例えば、まあ、8000だとしましょう。8000だとしたら、まあ4、4%なんで、し、えー、は30人。まあ、300再生ぐらい。うん。だから、まあ、300人ぐらいの方が、延べですね。累計300人ぐらいの方が、まあ、だが四パ4%の方が見てくれてる。35から40。で、 42歳から54歳の間で見てくださってるのが12.2%見てくださってます。ありがとうございます、ね。ちょうど僕よりちょっと上ぐらいの世代ですかね。あの見ていただいてありがとうございます。で、55歳からあの64歳。うん。65歳から64歳の方。5.3%見てくださって。つまり35歳から44歳と55から64歳の方。 同じぐらいですね。えっ、ー、と、35から44歳が4%で、55から64歳の方が5.3%なんで、まあ、だいぶちょっと同じぐらい見てくださってて。で、あれこんちゃん、なんで35から始めたの ?35 以下、0人です。<laughs> 1か月、まあ、月2回、週2回あげてるんで、8本。 動画を8本。だいたいまああの、忍え半分、尺八半分ぐらいのペースで考えてるんですけど、撮って、34歳以下の方、今回ゼロ人です。見てくださってる方。YouTube の人口的に言えば、むしろ、あの、高校生とか20歳とか30歳の方,の方が YouTube 使っているにもかかわらず、ゼロパーです。そして、 65歳以上の方が78.5%なんですよ。<laughs> ありがとうございます。65歳以上の方が78.5%なんですよね。で、これって、その、賞味の話の今の尺八忍人口の推移と同じと思うんですよ。うん。同じと思うんですよね。 パーーセンテージ的にはつまりあのまあ例えば尺八が今1万人ぐらいいるかな下手したら1万人切ってるかなって言われてるんですけど1万人尺八人口がいるとしたらこの賞味ですねあの動画をだからその YouTube で調べてあのね尺八とか忍とかを調べていや動画見てみようっていう思う層が まあ簡単に言ったら、あの34歳から、まあ、中学生、まあ、中学生から34歳ぐらいの間、ほぼゼロってことですよ。まあ、いても1%パーとか、まあ、たまにだから別にずっとゼロじゃないので、1%パーの時もあるので、まあ、見ても1%パーってことです。他に、例えば YouTube で、こう、僕の忍べ尺ちま例えば、あの、大津さんだったら、例えば、尺八だったら、鯨子先生とかも、だったらもうちょっと、もっともっと,もっと多いと思うんですけど、 まあでも言って多分1%なんです。だから1万人社会人口がいるとしたら、下手したら、その、100人ぐらい。うん。20代のでやってる方って、もしかしたら100人ぐらいしかいない。ほんまかなって思って、ちょっと考えたんですよ。で、徳島県って、言ってその、尺八ってま、まだ人数がいる方、盛んな方だと思うんですよ。県でね、見てみると。で、僕が今、把握してる中で、 尺八でえー、っとまあ20代10代20代で尺八をしてる方って徳島県でね1でまあ部活とかでしてても4ぐらいでも多分この部活の子たちはもう部活したら多分大学行ってほぼせんので。 で言ったら多分大学終わってからもあの学生生活が終わってからも尺八忍を趣味としてやっていくって考えたら尺八で言ったら2いたらいい方なんですよ。うん2いたらいい方なんです。でじゃ例えば徳島県が2人だとしてで、まあ、あの都会とかが多いとしてで47都道府県だとしたら全員全部2位ぐらい要は。 あの社会人になっても釈迦しのぶを続けるだからその僕の動画を見るぐらいあの釈迦しのぶが大好きいやまあ釈迦ですね例えば釈迦八が大好きって考えた時に2位なんですよね徳島でで47都道府県あるからまあ100、まあ、都会はもうちょ,ちょっといるとしてでも200いかないんじゃないですか150人しかいないっていう感じだと思うんですよで そのやっぱり僕が20年前ですね僕が大学生の頃ってまだあの若手でイケメンの例えばその藤原道山先生とか小湊さんとか、ね、あとまあその半夜コ国さんとかね、まあ、そ,うそういう感じでねやっぱそのもう若手で結構若いぐらいでもうめちゃめちゃ尺八が上手くてこうガン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 やるって方がいっぱいいたんですけど。 今の若手で尺八でもうガンガン売れてるみたいな人 CD 買おうかなって思う若手の方ってもうその上永さんとえっ、ー、と上永さんの世代の下とか上永さんあたりで言ったら上永さんだけと思うんですねその小湊先生とか藤原道山僕の頃の藤原道山さんとか小湊さんみたいな そういう,こう CD 欲しいっていうもう CD バンバン売っててっていう感じって本当は上永さんぐらいじゃないかなとまあ僕のね僕は知らないだけかもしれないですけど若手でこうブイブイこうイケメンで鳴らしてるみたいなね方って本当に聞かなくなったからだから若い子がまあメディアだけ活動してもう全国ツアーしてうわーって集めるね 岩田拓也先生とか,かその世代一個上の世代ですね僕らの一個上の世代今の40後半から50ね40中盤50あたりのその若手でブイブイやってるところの下20代30代でガンガンやられてるって方は多分上永先生ぐらいかなとね認知,って認知がねすごいあるのってだから大名の音楽会とか見てても本当にその藤原道山先生以,以降 その若手の、本当に20代、30代でガンガン売れてる方って見ないですからね。いると思うんですよ。いると思うんですけど、まだ僕の耳に入ってないかもしれないです。だから、マジで、その、今例えば、え、ということは、まあ、65歳以上の尺八人口が、もう僕の動画の比率と同じだったら78.5%ってことは、あと、まあ、65歳以上なんで、あとま、30年。だ僕が70になるぐらい。あと30年したら、 尺八ってほぼ全滅、うん、だって教える人がいなくなるとやる人もいなくなるからあと30年で尺八って消滅するんじゃないかなっていうのを思ってますだから僕が尺八が熱い尺八が楽しいまたその若い子もちょっとやってるプロの方もすごい方がいる最後の世代にまああのねオバマ先生とかいろいろね 最後の世代にななるんじゃないかなとあとまあそのカリスマのね、まあ、うちの宗家もそうですし、ね、例えばその山本芳郎先生もそうでしたし横山和哉先生とかもね青木玲子先生もそうなんですけどそのカリスマと言われた人たちの生の音が聞ける最後の世代になってるのかなってあと30年で僕が死ぬ頃あと40年したら本当にこう尺八ってマジのレア楽器みたいな感じで。 滅びるんじゃなないいかっっって思って思すっごい今危惧してますで、まあ実はその鯨子先生とかもねあとまあ他のプロの先生方も戸谷,谷先生とか本間先生とか、まあ、あのいろんな先生がですが、まあ、動画撮ってるんですけどこれ YouTube っていうコンテンツが40年後になくなったら。 この映像記憶も全部消えちゃうんですよね、うん、今ネットに上げてるか YouTube があるから見えてるだけでなかなかそ YouTube 以外の媒体でその映像媒体ってはないのででなってきた時に尺八の未来ってまあブエはね結構やっぱりお祭りで強制的にってあるので日本が続く限りある程度は続いていくと思うんですけど尺八は本当に40年後まずいなって思ってますなのでその僕の下の世代で,ですね 今の20代の子たちが今ゼロなんですけど僕の視聴者 <laughs> あのほぼゼロなんですけど <laughs> たまに見てくれてるだけでほぼゼロなんですけどその視聴者の心を掴んでその視聴者がちょっとね社会値やりたいなってまあでも先生いないなっていう時に僕の動画だけで完結できるようなコンテンツをもっともっと出していかなあかんなっていうことですだからもう皆さんも今見てる皆さんも マジで尺八40年後に滅びる。僕は予想ですね。これはもう僕の,僕の動画なんですけど、僕の動画のデータでね、まあ,まあ皆さんいろんなね、データをお持ちだと思うんですよ。大橋泰先生とかね、いろんなね、データをお持ちだと思うんですけど、まあまあその一つの YouTube の動画のそのパーセンテージっていうのは一つのやっぱりデータになると思うんで、それでまあ算出した結果、そんな感じなんで、 ちょっと危機感を抱いて、まあね、あの先生方は一人でも多く若い方が続けられるようにであの若い方も一人でも多く友達を誘ってちょっとやろうぜみたいな感じにできればと思います。はい、ということで、えーっとまあ、僕も頑張りますんで皆さんも頑張ってこの社会自体の文化っていうのは本当に素晴らしいと思うのであの楽しくみんなが始めやすいようにやりましょう。 でしのぶえも正直一言じゃないです。しのぶえ多分5万人ぐらい人口いるんですよ。であの隠れ人口も入れたら、要は祭りの時にちょっとしかしないっていう回したら、多分10万人ぐらいやってると思うんですよ、しのぶえって実際。ただ、えもやっぱり、その祭りで吹いたことがあるだけなんですよ。しのぶえを趣味として、普段からずっと吹ってる方ってかなり少ないと思うんで。だから、これこそ5万人いるかどうか。普段からしのぶえが趣味でね。だから、祭り林以外でやってる方。 松井林だけでもいいんですけどね。ってなると、やっぱ本当にマジで、マジで危機感を抱いてますので、皆様よろしくお願いします。ご協力ください。なんとか、僕が生きてるうち、皆さんが生きてるうちに、時代、次世代、つなげていきましょう。はい、今日はそんなお話でした。ありがとうございました。またね。